大島半島は福井県大井町北東部にある半島である。オバマ湾側は穏やかな青と入り江であり、半島の先端のから若狭湾に直接面する半島で若狭湾国定公園に含まれる。若狭湾側は断崖であり、オバマ湾側に集落が点在し、海水浴や釣り客で民宿が多い。かつてはオバマ藩の台場もあった。大島半島は 小浜湾中に浮かぶ大きな島であった。若さは大気周辺でサスを形成し半島になった福井県最大の陸系島である。小浜湾を西から囲む地形で、西半分は超越規制に悪い。東側には古生代の堆積岩が分布している。中央部に凹みがあり、活断層であるとの意見もある。石英戦力岩、戦力岩、半嶺岩、奇跡岩。 長縁規制岩が広く分布している。半島先端に、ノコギリキ灯台がある赤栗崎の間には、多い原子力発電所がある。また、オバマ線若狭和田駅から、青戸の大橋にかけ青戸入りへと呼ばれ、埋め立てが進んでいる。また、真珠の養殖やイカダ釣りも盛んである。岬及び灯台は、赤栗崎とノコギリ崎がある。 赤小崎東大大伊う宮留から赤栗崎間の遊歩道沿いの砂浜はこのサスで形成されている。陸系島に陸系島がある地形として存在するのは全国的に見ても貴重な場所である。サスはリップルマーク派の振動作用によって形成されたことを物語っている。蚊帳島大伊調美閣の沖に大島半島に囲まれるように浮かぶ弁祭店が祀られている。 無人島である。スダジー、タブノキ林がある地で、カラス山ンハゼノキ等の自然林が発達している。島内には姫メユズリハ、モチノキ、ヒサカキ、トベラ、ヤマザクラ、ヤブニッケイ等も見られる。一葉わらびれかからひとつば、ワラビ、テイカカズラ、ムベ、ヤブコウジ、ヤブラン、ジャノヒゲ、ヤダケ、ヤブツバキ、ヤブニッケイ、シロダモ、ヒムヤオキ、カズラ、 鬼や武装鉄、低カカズラ等が生育している。また、津島暖流の影響で島内には、ビワの自生が認められるほか、姫譲り派、ひと葉等の団地性の起産植物も多く、生育している。長楽寺大島半島の集落には、以下の寺院がある。上述の仏像はいずれも国の重要文化財に指定されている。半島を一周する道路はない。ありがとうございます。